はいどうも、北の落ちたちのフェルトです。ハリくんです。皆さん、これなんだかわかりますか？このこの反ってるこれ何かわかりますか？これわかるだろ。わかりますか？これがね、はい、すごい力を発揮してくれる。この小さなね、個体がすごいね、力を見せてくれるんですよ。まあこれは、まあ言っちゃうフックなんですね。フック、そうですね、フックです。しかもこれ100円均一、世界のダイソーですよ。あら、100円の均一ね。この100円で買えるフック、どんな力を見せてくれるかというと、まあ、まずあちらを見ていただきたい。はい見てこれ、なんで浮いてるのこれ見て、俺もしかしてティッシュ浮いてる。ティッシュ浮いてんのよ。これなんで浮いてんのかというと、はい、フックが隠れてるんだよね鼻かみてえなと思ったらさ、こうここにあるんだよやってで座りながらできるからね。そうそうそう、ティッシュのこの穴知ってる？そもそも。てかこんなとこに穴あったんだね。そう、これもうかけてくださいって言わんばかりのさ、穴がもうあるのよここに。確かに。こうかけるというね。ほら。これ便利すぎない？これがフックの力よ。なるほどね。だけど今回は、はい、このフックの力を惜しげもなく、なるほど、見ていこうかなということでございます。何気になりませんか？この画面に映っている。何か気になりませんか？もしかしてカメラさん、ちょっとズームでもしかして見て、これここにもフックがあるのよ。完全に浮いてるよね。こういうことね。あら、ほら、あら、これ服もかけられちゃうっていう。そうそう、大丈夫、これテレビショッピングみたいになってないこれいや、なんかちょっとそれっぽくなってきてる。フックの回しもんかってぐらいよ。ほんといろんなとこに服あんの。いや、ほんとにこれ日常的に使ってるのよ。ほら、これもフックよ。あ、そうだった。フックボードかけたいなと思って。これ一人暮らしとかさ、壁にさ、うん、画鋲を刺すわけにいかないやん。そうなんだよね、画鋲を刺すとダメなんだよね、やっぱお借りしてるからね。そう、カレンダーをかけたい時とか、うん、こうやってコルクボードをかけたい時とか困るじゃん、うん、このフック、ほんとペロリンチョ、あら、シールなんですね。あらシールほら、でこれでちゃんとつくっていうのがすごくない？つくのよね。でもこういう風に、ほらもう、喜んでます、ほら。あ、ほんとまあ、そういうわけでね、フックの力を皆さん知ってもらったと思うんですけど、まあ、今 YouTube 見てる人と思うんですけど、皆さん YouTube 好きな人とか、まあ、動画を見る人必見ですよ。最後、本当にこれはすごい。まあ、その秘密は、はい、まあ、僕は、ね、いつも寝ている布団にあります。まあ、僕この裏に寝てるんですけど、まあ、通常秘密基地をこのソファーの裏に寝てるんですけどあ、これ秘密基地って呼ばれてんだ。そうそう、あそこ何か見えますか？ん、あ、何かあれ、これあ、もしかして完全ありますね、あれこれ、あれ、うわ、これ不自然なフックがここに2つあんのよ。いる？そこにいらないじゃん、こんな下に。うん、謎すぎる。まあ、ここ何を使うかというと、はい、あ、これですよ。そういうことかこいつが置けちゃうと、まあ、こうしてよ、うん、で、こうして、うん、こうですよ。あ、あ、あ、いったいった、これ完全に。まあ、で、こうですよね。あ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい完璧よ。今動画つけてみます。絶対家から出れないじゃん、もう。あら、縦置きもいけちゃうっていう、うん、この視点で。あら、そういうことかこっちの方が楽なんですよ。そういうことだったのか、縦置きの方が。あ、横で見てるから実際は。そう、まあその今回はね、フックのその魅力についてまあ、語ってたわけなんですけど、かなり汎用性が高い、うん、もう無限の可能性が秘められている、うん、フック。この動画を見たらすぐにお近くのね、100均ダイソーに足を運んでね、フックをお買い求めいただけたらなと思いますので、うん、先にフェルトに買われちゃうから、はい、しないと。そう、僕が返しますから、正解のフックをね